Welcome to Makonako Channel. Let's play Nobunaga's Ambition Taishi. Nobunaga's Ambition Taishi. というわけでここから日本語できます。もう最初の言葉話すだけで精一杯っていうね。で、英語バージョンが6月の5日ぐらいだったかな、ちょっと忘れたけど、発売されたので、2018年発売というか追加されたので、こちらやっていきたいと思います。まあ、軒並みね、こんなような設定でプレイしています。確かこれで合ってたはずなんでね、同じような設定にしているはずで、もう全部ね英語の名称になっています。これね、夢幻のごとくがね、 Like a dream というね、夢のようにみたいな感じで書いてますけど、で今回何でやろうかと思ったんですけど、高城川の戦いでやろうかなと。でそれがどこかを探すのからして大変っていう、これか、あれ高城じゃなくて高木川っていうの、え高木川っていうの、あれは高城じゃなくて The Battle of 高木リバーで、ゲームの設定はハード、あとはご覧の通り、いつも通りと同じだと思います。フィクションの武将は出さない。じゃあ高木リバー行きましょう。当然やるならば島津義弘。 Send out word. Prepare for battle. The name of Shimazu will ring through the land. というわけでイベントが英語で表示されてますね。300年経過したスインス、ただ久島津、島津家、まあうぬんかんぬんで書いてあるんだけど、まあこれね、ぜひ読むのであれば止めて読んでいただいて、私もちょっと全部を和訳するのも難しいんで、普通に自らでプレイして日本語版の方はねやってください。英語版の方はこのように表示されている。島津ブラザーがうんぬんで書いてありますね。さて、もう何と言ったらいいかが分からんね。何か島津4兄弟が言ってますけど、大友がうんぬんって書いてありますね。まあこんな感じで英語バージョンをやっていこうと思うんですが、これ音声喋る声に関しては日本語とかいう、そういう設定もできますんで、まあこういう部分の表示は英語でも、声優というかそうした形での話す言葉は日本語、そのプレイが可能です。日本語版でその喋る言葉を英語というのはできるかどうかはちょっと把握してないんですけど、英語の音声だとちょっと苦手だなという場合はね、ぜひそこら辺設定変えてもらったらと思います。あ、これ言語が分からなくても今までね大抵やってきた通りなんで、で原稿録もあるんですが、三種統一かな、デストロイザー伊藤ちゃん、伊藤さん、伊藤クラン、伊藤ちゃんじゃない、伊藤ちゃんはこっちだね、伊藤ちゃん、伊藤ちゃんこっち側にいるんで、これをまず倒しましょうという話。これあそっか、これは高城か、あれ高木川というのはどこの話なんだろうな、それの呼び方をちょっと再確認しようかなと思ったんだけど、うん、パッと調べたところ、やっぱり高木川でいいんだね。昔は耳川の戦いとかいう言われ方はしてましたけど、じゃあ早速商業やっていきましょう。このまずは暗くなってくるところ拡張していく。で農業はもう一括相当で、これ文字が細かいな、とりあえず上からやっていけば大抵はうまくいくので、セレクトオールで、で建築とかもねできる、で歩兵も、歩兵に関してはここのハーベストと必要な収入、ここを見比べてやっていく、できれば序盤はギリギリまでやっていく。うん、なんか音声変わるだけでなんか海外のゲームをねやってるかのような感覚に陥るけど、
とりあえず全部設定やっていきましょう。さて内製は終わり、これ開発はどうするかな。新しいものを作っていく。まずは商業、お金増やすためにこれピカピカ光ってるところに全部選んでいきましょう。これ文字がねちょっと細かいから読みにくいよね。吉弘島津とか書いてありますけど。で残りの場所は2つ、ここ商業、アンダースタンド、分かったって言ってますね。で次はフィッシュ、お魚のところを積極的に選んでいく。まあできればこの真ん中を中心にね選んだ方が個人的には良いんじゃなかろうかと思ってます。ではこの兵数がちゃんと増え切るまで進めていきます。さて報告もこのように。さて先月の結果が出てます。さてここら辺は軍事を鍛えたいので軍事のこの刀マークがあるところを選んでいく。こんなところかな。ニューポリシー、新しい政策が発表されました。ゴールドディギングとか書いてありましたけど、金山関連、ゴールド、シルバー、マイン、鉱山とかね、そんな感じで書いてあります。さてこれ何が何なのかを確認しないとね。ポリシーサジェストプロバビリティ、多分ここを目指したいと思うんで、多分試作力アップの効果だと思います。そうであってくれ。でここはサプライスクワッド1プロビジやめようやめよう、英語読むのやめよう、もういろいろと危ないことになる。エリートミリティア、これはエリートインファントリー、この違いが分かんないな。どっちが農兵だ。インファントリーが意味分からんし、普通に考えたらミリティアの方が足軽だよね。どっちなんだろうな、これ調べないとわからないんで、まあ適当にやってきます。ミリティアの方が民兵という意味だそうですので、こちら側伸ばしてできればエリートミリティア選びたいと思います。さて引き続きお金を、これも全部終わってるかな。全部の場所選び終えてるので、じゃあここはパーセンテージが高いところから優先して上げていく。こんな感じで。で開発、新しいところ、まずは魚を優先。で最後貯水池を作る。こんなところかな。であとはポストタウンかティータウン、ティータウン、茶屋町というのはこうティータウンになるのか、どちらにするか。やはり戦闘を続けていく過程で忠誠度が重要になるので、こちら側優先していきましょうか。こちら側というのはティータウンの方ね。あ、もう人数がいなかった。さてじゃあもう少しターン数を進めていきます。では早速伊藤家攻めましょうか。伊藤ちゃんをね、戦いを宣戦する。さて伊藤ちゃんには大友がつく。でそばの相良家も伊藤ちゃんにつく。果たして勝てるのか。とりあえず伊藤家は滅ぼさないと話にならないので、敵は出せる兵数8700、こちらは14300、上限兵数14000、向こうに陣があるのがちょいと気がかりだけれども、まあ、これでなんとかなるでしょう。兵数できるだけ同じぐらいの値に持っていきたい。こんなもんか、もうちょっとか。これでいこうかな。ヘディングフォーサドワラキャスル。
俺についてこいって言ってましたけどね。さて、所詮ここだな、手前側だな、戦うの。ヌ・ウィンター、なんか言ってるね、なんか言ってるねって、あ、なんか献上品か。オファートレジャー、ソームキャディ、なんだろうな。 Allow me to report. These are the results from last week. やはり漢字で覚えてるとちょっとね、何かパッと見てもわからないですよね。さて、内政は相変わらずこのパーセンテージが高いところからより発展ね、する可能性があるんで。で、農業はもう豆まきしかできない。で、発展もまずはティータウンを優先的に、結構たくさん作れるのでガンガン作っていきましょう。ではここで伊藤家と戦うことになります。さて、何て書いてあるか分からんけど、これは外で終わらせられる時のワードがどうなるのかちょっと、ね、確認しないとね。だから今回は中で戦いましょう。ファウンドエネミーユニットというわけで敵を発見。ああ、そうだ、志というのもあったな。志も見せないとね。さて、ノープラン、ラッシュメインキャンプス、これは大将突撃だと思う。ファントムは何だろうな、奇襲とかか、なんだろうな、これはフルチャージ、これかな、やっぱり全軍突撃、全軍突撃いきましょう。さて、バトルが始まり、多分向こうに陣がありますとか言ってるんだろうね。レッツゴーということで進んでいきます。チャージエンドイン5ターンズ、これは1になるとね、複数形にならないからね、カッコで S がついてるっていう、すごい楽をしている。能力的には圧倒的なはずだからな、ここで負けることはないと思いたい。うん、敵から今奇襲を受けた形になっている。さて、こんな感じで伊藤家と島津家の戦いが続きますが、これ旗複数あるから、どこがどこの旗なんだろうな、ちょっと把握が。それ上の戦況ゲージは、戦意ゲージは良くない、負けてるような状況で、敵をいまいち倒してないけど、ようやく壊滅状態に持っていった。もう一部隊も壊滅ブロークン。よし、ということで、もう少しで、でもやっぱり陣取らないと厳しいかな、あとワンターン。なんか技使ってんだろうね、今ね。もう一部隊ブロークン、このあとどうするかだな。まず陣を破壊するのはいいとして、敵の大将誰だ、スケ、ここら辺ちょっとね、自分の場合文字隠れてるんでね、多分この画面見てる人からすると何も隠れてないんだろうけれども、パッと見わかんないな、これだけじゃ。フォア陣を破壊、どれが敵の大将だ、これ見ればいいか、ここだな。じゃあ敵の大将に向かって動く。他も全部、これこっち側でいいか。いや、これ鉄砲撃てるな、マスケット。ああ、自らの部隊が壊滅、おっと、戻ってきた。うまくこの大将ね、将軍を倒せば。ここマスケットで追い払うのもいいけど、こっちが取るか。
こんな感じで進んでいきましょう。これこっちの、ああ難しいな。敵、この階層部隊が敵の後ろを押さえてるんで、今多分強撃ピンサーでいいのかな。これは自らの能力上げるか何かだと思うけど、こんな感じでここを取ったならば大将の方に向かう。もうまっすぐ大将行っても大丈夫でしょう。この辺りは、あーこれ釣りのぶせか何かかな。なんかどっか行っちゃったな。別のところに突撃かひょっとしたら。リターン戻ってきた。ここマスケットで追い払いましょう。ここもマスケットを使っていく。あーそっか、これはあれか、用心か。この技はこの舞台動かしてなかったな。ブロークンします。誰だっけこれ、家久か。名前がね思い浮かばなかった。さてこうなると追いかけるのが厄介になるけれども、まあ戦況的には勝ってるので、あとは追い詰めましょう。ここの部隊メインフォース本陣、これ多分急襲かな。ここマスケット、ここで待ち構えれば大丈夫だと思います。これは何だろうな、ドラマ多分太鼓だと思う。家久が戻ってきて、もう少しで勝利できるよという話なんだけど、これ大友総理にいるな、ここに。きついぞ、この方向に逃げられたら大友家ともがっつり戦うことになってしまう。コーション注意、これはワイント、私のユニットはもう少しで倒されそうです。ちょっと後ろに戻りましょうみたいな感じで書いてありますね。今のが用心、もう一回ドラマ、オイラドラマということでね、戦っていきましょう。こっちは義弘もちょっとね倒されそうなんだけれども、今98、うわ回想になったんで、自らもこっちの大将も回想、この方向、なんだろうな、これはこれはどこ行く。これ吸収だな。これは、まあ、別方向行ってしまう。これも吸収。こんなところで勝てそうな気がする。45 40で、騎部隊も退却させ、35 18 3 0、敵の大将を倒して勝利となりました。さて、どうなった。まだ兵数もたくさんいるんで、もうここは取り付いて
サラウンド周囲をって感じだね。レッツゴー、ついてこい。うん、なんとかなりそうだ。誰か子供が生まれたっぽいな。 Allow me to report. These are the results from last month. Let us begin the... さて、もう一回表情を始めましょう。戦系高いのがいないな、この人一人。 Let's go with this. こんな感じで Goodwill Effect Up。 なんだろうな、ビュー、あー、視界がアップするのかな。 Let us end this council.さて、マックスファームランドがアップは必要ない。農地の最大化なんだけど、まだね、そこまで早くに必要としていないんで、このままいきましょう。さて、我々の、国に、クランに追加した人が一人いると。じゃあまた内政やっていきましょう。新たに手に入れたこの拠点から拡張していきます。で、新しいものもまずは商人町から作っていき、川も作っていき、貯水池も作っていき、こんなところでおしまい。あとは兵数もギリギリまで上げていく。こんなところかな。ここが少し下がってるんで戻して、で配属、うん、ポスティング。いや、先にこっちだな。こっちで大将決めてしまった方がいいかもしれない。だがあれか、まだ武将出てるから武将退却させてからの方がいいかも。というわけで、ここ落としてから考えましょう。10名の伊藤家が食卓を囲んでいる。さあて、タカキャッスルを1578年1月に落とした。で、これで条件達成で全員仲間にしていきましょう。で、達成したことによって原稿録が多分クリア扱いになっていると思います。ここでイベントが、多分勝ってよかったよかったとか言ってるんでしょうね。我々の勝利だみたいな感じで。うん、総林大友が恐れてると。総林大友を恐れている。さて、もうこれ大友総林が攻めてきてるってことか。多分これ三種統一っていうことだと思います。左上はそのイベントがね、達成したという、そういうお話。さて、タカキャッスルオブシノーイン、なんだシノーインってなんだ。さて、会話が進んでいく、理解したという話が出てきてるけど、家久、家久、うーん、なるほど、よく分かってない。さて、総理の大友が多分これやってくるっていう話なんだろうね。彼はキリスチャン、キリスト王国というような表現していたけれども、うん、島津アーミーがうんぬんかんぬんという感じで、また新たな原稿録がスタートします。次は、うん、高木川の戦い、耳川の戦いですね。家久を、入れる、鷹城、家久を鷹城に入れるということをやっていきましょう。Allow me to report.
さて移動で、まあ任命で、これは上司任命で、どこだ、能力順に家久をこの鷹城に入れる。 Understood。 あれ今回はなんかもう一人ぐらいね、想像ではここに入れる人がいたような気がしたけど、今回はそれはいないのかな。 I understand。 さて周りの方に人を送って、あとは2名ずつまたベッド送りましょう。 Understood。 さてここで今島津入れたからか、なんか突然イベント発生したっぽい。うん、今城主の設定をやったからか即座に敵が出てきましたね。この自分がまだ行動するターンの間にこういう風に出てくるなんて思いもしなかったんでちょっとびっくりだけど、まだ到着、あ、そっかそっか、ここで解散したから即座に入ったとかそんな感じかな。でオートマーミーをタカキャッスルでまあ戦う、うーん、4人の島津ブラザーがバトルに参加するとなっています。という形で耳川の戦い、高木城、高木川の戦いが始まる前で一旦終えようと思います。この英語バージョンにするだけでね、なんかいろいろと雰囲気もまた変わるのと同時に英語の勉強にもなるんじゃないでしょうか。もし興味がある方はね、ぜひ英語バージョンの設定をねしていただけたらと思います。雰囲気も変わった楽しみができると思います。ではこの続き興味ございましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。